You're a superhero。術を渡したのは羽衣か。誰なの？このチャクラ、マダラなど火じゃない。羽衣は、こいつが出てくると踏んで。忍衆、いや忍びと言ったか。もう戦いはやめにしよう。ここで、お前らを消すとしようぞ。チェロセの術。別空間を口寄せしたとでも言うのか。前を見ろ、ナルト。俺とお前、どちらか一方が死んだとしても、この世は終わりだ。そうできなければ。人類は滅亡することになる。この意味分かるな？お前の言ってることも分かってるつもりだ。しまった！ビャグか。こうなったらスサノオで。ナルト、お前。え？影分身の術。チャクラちゃんとカカシ先生を頼む。チャクラとは、わらわ唯一のもの。もう一度、チャクラを一つにする。心配させやがって。二人を見て、クロゼツ、お前は何者だ？お前たちが憎い。お前たちはわらわのもの。お前らだけが忍びの歴史じゃねえんだよ。親離れを喜ぶのが母ちゃんってもんだろうが。封印の術を発動する隙を作る必要があるぞ、ナルト。もうあれしかねえ。あの術しか。あれはまるで神だ。お前本気か。やってみるまでわかんねえだろ。アマテラス。
クハーレムの術。なあほー、この状況でなんで術してんのよ。なのに聞くか。また移動したのか。今度は氷の世界？どういう原理？アマテラス！カゲツチ！今度は俺の作戦で行く。協力しろ。ここは早いね、この子。もしかしたら私たちだけこの世界に連れてこられたのかも。いや、本体の俺はこの世界にいるってばよ。オビト、カカシか、ナルト、マダラはどうなった？俺が簡単に説明すっから。何をしてもダメか。あそこだ。時空間の類だな。よし、縛られたふりはできた。それには膨大なチャクラがいる。俺の時空間じゃないからな。私の白号のチャクラがあっても足りませんか。サスケがその空間にいるかどうかもわからない。だがまずは奴の懐に入り。ここはわらわの空間だ。お前は何もできぬ。他の5つの空間へ直接。こいつはここできっちり殺しておくべきだ。そうね。友殺しの骸骨。死ね。オリジナルは殺した。なぜ消えていない。騙されたよ。こいつが向こうに行かねえようにうまく戦わねえと。この空間から他の空間につながるはずだ。一瞬でつなげるカグヤとは一体何者だ。サスケを感知できない。この辺りだと思ったがな。ここ
何？ここでもない。次だ。これが俺の能力だ。おかげで届いた。力を貸してくれたの。だからたどり着けた。しっかり戻るぞ、二人とも。やっぱりそうだよ。間違いないよ母さん。背中に愚道玉を持ってるのが本体だ。オイト、バカなサスケだと。これでもう心配いらぬ。まさかナルト。びっくりさせやがる。今度は超重力の空間。やつも同じように。くそ、まだ左目の動力が。サスケ！させるか！君はまた？少し俺と二人きりの時間を過ごそう。お前の力はまだ今ここで必要だ。気に注意しろ、カカシ。そんなことをしても無駄だ、ナルト。よせ、ナルト。チャクラを無駄に使うな。動力が戻った。もういい。ありがとうな、ナルト。最後だからか。ナルト、お前は必ずホカゲになれ。常任祝いのプレゼントでこの目をやったのに、それが返ってきたんじゃ期限付きだが役に立たないものじゃない。
そもそも他国にまで轟かせた自分の有名を忘れちゃいないだろう。シャリンガンのカカシって名を。何でもいい。これで近づきやすくなった。スサノオ、誰だ。カカシ先生、今度こそあいつらを。これならどうだ。これは俺の後ろのと同じ球だ。お、あれを止めるには本体のウサギババアを今すぐ封印するしかねえってことだ。俺たちで世界を救うぞ。どちらか一方が死ねば封印はできぬ。どちらにする。ここで連れて行け。あとは飛ぶ。おい、早い。やはりいい能力だな、オビト。無依頼金。まずい。それはダメだ。私だっているんだ。馬鹿にしないで。なぜだ。やりよったか。ナルトはどうした。やり残していることを片付けてくると一人離れた。そういや、お前親離れしたくねえんだったね。勘違いしてんじゃねえってばよ。みんな終わったな。口寄せの術。サスケ、よくぞ世界を救ってくれた。お前が畑カカシだな。よくぞ皆を導き母を封印してくれた。おーい、クラマー、会いたかったぜ。で、稽古して呼ぶな。わしの半分はそっち入ってんだろうが。ありがとな。